はい、皆さんこんにちは。今日は6月に廃盤になるトミカの方をチェックしていこうと思います。まずは6月発売になるトミカの方を見ていこうかな。6月発売のトミカというとナンバー11番のエンツォフェラーレが発売になるね。レッドとシルバーのこの初回特別仕様の方は特に入手するのが大変そうだね。ナンバー11番が出るっていうことは現行モデルのこちらのモデルが廃盤になります。ナンバー11番の SRT バイパー GTS です。なのでまだ持ってない方は廃盤になる前に要チェックだね。でもう1車種発売になるのがこちらのモデルだね。ナンバー27番のトヨタジャパンタクシーが発売になります。ということはこのナンバー27が廃盤だね。現行モデルのナンバー27番はこちらのモデルです。日産 NV200 タクシー、英語名でいくと日産 NV200 ニューヨークシティタクシーっていうんだね。2017年に登場して結構早くに廃盤になるんだね。なのでこちらの方も持ってない方は要チェックだね。せっかくなのでこちらのモデルを見ていこうかな。こちらのモデルを開けていくとこのモデルはちょっと変わったギミック関係があったね。開けてみるとまずは全体像から見ていきます。こちらのモデルが通常版のモデルだね。中央の部分には日産のエンブレムをプリントされてあっていい感じだよね。ルーフの方にもこんな感じで樹脂パーツがついてます。でギミック関係でいくとこのスライドドアの開閉がついてたね。このスライドドアの開閉ギミックっていうのも今となっては貴重かな。こんな感じのスライドドアの開閉ギミックと、あとはもう一つギミックというよりは後ろ側の部分だね。この部分にも人が乗ってる、これって結構面白いね。よく見ると前を向いたフィギュアが乗ってます。こんな感じでちょっと面白みのある一台だったっていうモデルだよね。なのでこちらのモデルも廃盤になるのはちょっと寂しいかな。でアクションはあとはタイヤのサスペンションもついてたかな。あ、これはサスペンションはついてなかったね。後部座席の部分のスライドドアのギミックがついてました。でこのモデルが廃盤ということでせっかくなので初回特別仕様の方を見ていこうかな。こちらのモデルが初回特別仕様のバージョンです。先ほどの通常版と比べてみるとこんな感じの違いがあるかな。通常版のモデルはさっきのは英語名ではニューヨークシティタクシーって感じだったからこんな感じのデザインなんだね。ルーフの部分もこんな感じで違ってます。この樹脂パーツの部分も違うよね。だけどギミックの部分のこのリア部分のスライドドアの部分は同じだね。で後ろの部分のフィギュアの部分も同じになってます。であともう一つ違うところっていうとホイールのデザインも違うのかな。なのでこのモデルがちょっと廃盤になるっていうのはちょっと寂しいところもあるかな。結構いろんなアクションとか隠れた部分にフィギュアとか乗ってて面白い部分があったのでちょっと残念だね。でこの日産 NV200 タクシーにはもう一つバージョンがあったね。こちらの方の日産車体来場記念っていうモデルもありました。こちらの方は以前レビューを上げたことがあるのでまたリンクを貼っておくのでそちらからご覧ください。こんな感じでこのモデルには初回特別仕様と通常版と来場記念っていって3モデルもあるんだよね。これだけいろんなバージョンがあるっていうのも珍しいかな。はい、今日は2019年6月に廃盤になるモデルをチェックしてみました。廃盤になるのはこちらの日産 NV200 タクシーと SRT バイパー GTS のモデルだね。廃盤になって店頭からなくなる前に要チェックだね。で実は私はこのナンバー11番のモデルは持ってなくて今回もうすでに買ってきました。でこのナンバー11番のモデルとナンバー27番のこの2つのモデルは特にレアモデルっていう感じじゃないので廃盤になる今の時点だったら入手も楽だね。で特にこのナンバー27番のこのモデルはリア部分のこのスライドドアの部分の開閉とリアの部分にフィギュアが乗ってるっていうこの部分が面白いよね。
なので特にこのモデルはおすすめかなと思います。でこのモデルが廃盤になるということは、日産車体来場記念のこのモデルもいずれは廃盤になるのかな。なのでこのモデルもメルカリとかヤフオクの方で要チェックだね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。